さあ、どの戦いを紡ぐのか。極北でも熱き戦い、あなたは負けることはない。私は信じています。北欧アスガルドの神オーディーンの地上代行者であるヒルダのもとに、伝説のゴッドローブをまとった7人のゴッドウォーリアが新たに結集した。ここに彼らの打倒サンクチュアリを目指した熱き戦いの火蓋は切って落とされたのである。サガの野望が打ち砕かれ、平穏がもたらされたのもつかの間。サンクチュアリでタウラスのアルデバランが何者かに襲われ、アテナ・キドサオリのもとに謎の戦士が現れる。彼は自らをゴッドウォーリア、ゼータ星の使徒と名乗り、アテナに宣戦布告を告げる。ゴッドウォーリアの主である北欧アスガルドの神オーディーンの地上代行者ヒルダ。彼女はアテナに代わり地上を支配する野望に取り憑かれたのだった。アテナと共にアスガルドに向かった聖夜たちは、氷河の助けたヒルダの妹フレアから恐るべき事実を聞かされた。ヒルダは何者かの力で邪悪な心に囚われているというのだ。彼女の指にはめられたニーベルンゲンリングを外し、その呪縛を解かなければ、今までヒルダの祈りによって守られてきた北極と南極を覆う全ての氷が一気に溶け出し、この地上のほぼ全域が水没してしまうというのである。アテナは自らのコスモを持ってそれを防ごうとするが、食い止めることができるのは日没までの半日足らずでしかなかった。一刻も早くヒルダを指輪の呪縛から解き放とうとする聖夜、ヒョウガ、シュンたちの前に、アスガルドの伝説の戦士7人のゴッドウォーリアが立ちはだかる。ここに新たなる熱き戦いの火蓋が切って落とされたのだった。